オール電化住宅とは、IH クッキングヒーターやエコキュートなどの機器を導入することで調理、給湯、冷暖房などに用いるエネルギーを全て電気によって賄うシステムを備えた住宅。オール電化住宅対応分電盤オール電化住宅は、家庭内で用いる全てのエネルギーを電気に統一した住宅である。待機後には、ウィズガス住宅がある。利用される 電気機器は主に以下の通りである。この他電力消費を抑える目的で発電用に太陽電池を設置する場合もある。1980年代後半からモデルハウスの展示が行われるようになる。1990年にはそれまでの深夜電力に加え、時間帯別電灯料金制度が導入された。また、IH クッキングヒーターやエコキュートが登場した。 閉鎖的環境の屋内で高温の燃焼ガスを発生させないという点から住宅の高機密化が進む昨今においてはガス、石油を室内で使用しないことが安全、クリーン、あるいはある面においては省エネであるとしてオール電化設備やオール電化住宅の販売が行われている。裸火を扱わず火災リスクが少ないメリットから住宅ローンの金利優遇を行う金融機関や 火災保険の特別割引を行う保険会社がある。また、リフォームの際に一部分のみを電化機器に置き換えるポイント電化を行うケースもある。ガス業界は、住まいの原点は、洞窟と火、火を使わないと火の怖さ、火傷することすらわからない子供が出てくるとしたら、それも怖い。などと安全性を逆手に取った PR 戦略を取っている。建て住宅においては、 2007年度より優秀と認められたオール電化住宅を表彰するハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリックという表彰制度が創設されオール電化住宅の普及促進に拍車をかけている。東京電力管内では2008年に高級速に普及し3年間で原子力発電プラントに基分に当たる約200万キロワット分の電力消費が増えた可能性が指摘されている。 オール電化住宅に用いられる電力契約は主に3種類である。深夜時間帯の安い電力を用いる点で共通する。主にガス基本料金がなくなることと、季節別時間帯別電灯や時間帯別電灯といったオール電化住宅向け料金プランを活用した特約料金により、光熱費はガストの併用よりも電気に一本化した方が安くなると、 電力会社の説明に記されている。オール電化住宅向け料金プランでは、夜間時間帯の料金単価は割安に設定されているが、昼間時間帯の料金単価はやや高めに設定されている。そのため、生活スタイルや家族構成、必要とするお湯の量に合わせたタンク容量の選択や、夜間時間帯に合わせたタイマーの設定など、電気使用の意識がけを必要とする。 初期設定のまま利用すると不適切な使い方になる場合が少なくない。例えば、電気給湯器のタンク容量が小さいと、深夜電力で沸かしたお湯だけでは足りず、割高な深夜以外の電力で沸き増しを行うことになり、高熱費が高くなってしまう。また、貯湯式であるため、お湯を全く使用しなかったとしても放熱ロスが生じる。日々変化する給湯需要との誤差は、 電気式に限らず、貯島式の給湯器すべてが抱えている問題である。オール電化の訪問販売トラブルについて、国民生活センターの発表によると、問題点として、など、モニター商法のトラブルを挙げた。これらは、一部の悪質業者による訪問販売によるものである。厚生取引委員会は2008年10月、九州電力の広告について、不当表示と認定。 同社に排除命令を出した。これは、機器の購入費や設置工事費を考慮すると、オール電化料金、電化でナイトの訴求として表現したガス併用住宅と比べて、年間約10万円を得、オール電化住宅ローンを使えば30年間で約350万円も節約は適切ではないという内容である。深夜電力を利用するために、 エコキュートなどの室外機をシニアにコンプレッサーを稼働し、低周波音などが騒音が発生するため、各メーカーは静粛化に力を入れている。しかしながら、本来多くの住人が、睡眠時間である深夜時間帯に稼働させることや、排気などを当てられるン化などから、機械の音が夜通し聞こえて眠れないなどの苦情が多い、ことから、業界団体では2011年春までに設置場所や、 設置方法などをガイドラインにまとめるとともに、環境省は2010年度から低周波音の人への影響について調査を始めることにしたという報道がある。2011年3月の東日本大震災では、福島第一原子力発電所事故をはじめとして、発電インフラに多大な被害が生じ、計画停電が行われるなど長期にわたって電力供給に支障をきたしたために、 オール電化住宅の弱点が露呈することとなり、東京電力が販売を中止するとの報道もあるが、実際には新規営業が中止されたのみである。オール電化は需要が少ない深夜帯でも出力を減らすことが難しい原子力発電のための需要喚起の意味合いが大きかった。しかし、福島第一原子力発電所事故により一時は全国の原子力発電所の稼働が停止し、 一部再稼働した発電所があるものの事故前の状況とは一変している。このため電力会社としては深夜帯の料金を割引いてまでオール電化を推進する意義が薄れている。特に経営が厳しい東京電力は昼間と同じコストの発電所を使いながらオール電化関係の割引を継続することに対して疑問が呈されて2012年7月2日 経済産業省の電気料金審査専門委員会がオール電化割引の廃止を求めた。この要請を受けてもオール電化導入世帯向けの割引は廃止されることはなかったが深夜電力の発電コスト上昇のため全国的に深夜電力の料金は順次値上げされる状態が続いた。次の天気は2016年4月の電力自由化で この機会に多くの電力会社で、それまでのシニア電力優遇の料金体系の新規受付が停止し、より割高となる料金体系へ移行した。既存の契約世帯は引き続き給料金体系が継続できるので、従来の電力会社では既存プラン継続を進めている。既存電力会社では引き続きオール電化向けのサービスを提供しているものの、 福島第一原子力発電所事故以前により、その経済的メリットは薄れている。ありがとうございます。